さあ最後はフットサル対決。まずね、業務連絡です。はい、浅野選手変えられました。うわー、浅野帰っちゃったな。代わりに里崎選手来ました。さあやるよ。元千葉ロッテマリーンズの里崎智也です。最後はですね、はい、言ったらサッカーなんでサッカー対決しましょう。はい、はい、シンプル。今ね、僅差なんですけども、はい、この最後の戦い勝った方が勝ちです。キーパー含めたら5ですけど、5-5 で、はいはい、でフィートンでは4-4、はい、先攻後攻で、ライン割って、相手に取られたら交代、あと30秒以内にシュートをする、はい、それで3回まで。さあそれでは皆さん最後の戦いに行きましょう。シャー。決まりそうにないんで、サドンデス方式でゴールデンゴールにしましょうか。俺はダメだって、だから俺はダメなんだって、運動神経がないんだって。ハンドハンドです。ハンドしちゃってます。よ、やろ、いけろ。やろ。ゴール。キャッチャー。終了。キャッチャー。結果発表。ということで、モノマネジャパン対チョイマネジャパンは。企画倒れでした。また来週。何時間やってるの。何時間やってこれなの。結果はチョイマネジャパンで勝ち。イエーイ。ということで、じゃあ今後ともチョイマネジャパンとモノマネジャパンをよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとう。